気持ちいい。あまー、この番組はこのスポンサーでしょうな。お送りします。はい、どうも皆さんこんにちは、マイスクリーム講師のデスのお兄さんの方でございます。今日もよろしくお願いします。今日もリアクション動画やっていきたいと思います。まあもう夜11時ぐらいなんだけど何このテンション、困るということで、このテンションで元気にお送りしていきたいと思いますが、歌い手さんシリーズやっていきたいと思っておりまして、本日はこの方、成瀬さんのですね、リアクション動画やらせていただきたいなと思っておりまして、先日ですね、メイちゃんさん、そして荒木さんやらせていただいたんですけれども、まあ、こうなったらもう、成瀬さん来るでしょってコメントでも、メイちゃん聞いてまして、大正解ってなっちゃうんですけれども、あらなる名でもおなじみの成瀬さんでございますけれども、あのね、まずね、最初に謝っておきたいことがあります。皆さんに、成瀬さんに関してちょっと勉強中です。正直勉強中のところが多いです。でもちょっとこう専門分野がね、まあ、いわゆるラップを主体に活動されてる方っていう認識なんですけど、もちろんあらなる名での成瀬さんのお声も何度も拝聴してますし、成瀬さんの企画勝手になるせよとか最近上がってたじゃないですか。ああいうのも見てるんですけれども、で、楽曲等々もご本人のチャンネルで、拝見をさせていただいておりますが、すっごい細かいところまでは今ちょっと勉強中なので、皆さんもぜひこういう楽曲がおすすめだよとか、こういうとこがすごいんだよとか、成瀬さん推しの方はぜひコメントでいろいろ、僕もちょっと勉強したいのでいろいろ教えていただけると嬉しいなと思ってるんですけれども、でも、声のことなら任してって感じなんで、成瀬さんのちょっと声ですね、ここにちょっとフォーカスしてリアクション動画をしていきたいと思いますので、そこはもう私ボイストレーナーに任せいただいて、ぜひ最後までご覧いただければ嬉しいなと思っておりますっていう感じで、このチャンネルでは日々、リアクション動画であるとかボイトレ関係のお話とか発声関係の話とかアップロードしておりますので、チャンネル登録まだお済みでない方はこの機会にぜひよろしくお願いします。じゃあ行っちゃいましょう。で、今回見ていくのが、というか聞いていくのがこちらになります。ハッピーハロウィンっていう曲の、ラップバージョン、まあ、ラップアレンジバージョン、成瀬さんのバージョンでございます。で、これね、結構昔の9年、10年ぐらい前の、ものに作品になるんですけれども、で、やっぱりその最近の楽曲とか聞くと、若干その、いろんな歌い方が変わってたり、ニュアンスが変わってる部分とか、多分曲の好みとかも変わってらっしゃるんだろうなって見受けられる感じも、あったんで、これにするかどうか迷ったんですけれども、ちょっとこれはなんかその成瀬さんの武器みたいなものがいっぱい詰まってる感じがやっぱりしたし、やっぱこれ今でも見てる人多いぐらい大人気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 な動画なんで、ちょっと一旦これをやらせていただきたいなと思っております。もうなんせこれめちゃくちゃかっけえ作品なんで、ちょっと早速見ていきたいと思います。はい、来た。トリックアトリートって感じだね。10年前感全くない。まずこのクソ早口から始まるわけですよ。回んないよこんなに人間の口は。で、これ後でね、伏線回収、じゃあ伏線回収っていうかちゃんと説明するんですけど、ちょっとね、やっぱまあ、ラップだからさ、普通のこのまあ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 みたいな、こういう普通のね歌唱とはさ、ちょっと違うわけよ。やっぱこうね、僕の専門とするデスボイスとかと結構ね近いんですけど、アタックをね結構大事にするような、やっぱ歌い回しなことが多いですね、ラップとかっていうのは。僕ラップとかはね、普段ね、まあ主に聞くのはナメダルマとかなんですけども、まあヒュッヒュッっていう感じをやっぱラップの発声としてはね大事にするんですよね。だからちょっとこうオラついてる感じなのよ。オラついてる感じ、イメージはね、属性で言うとだよ。キャチェスチェスとかさ、お気に入りのチェスみたいな、チェチェチェ、やっぱアタックしてる感じだよね。むずくて今真似しようと思ったけど全然無理だった、びっくりした。全然無理すぎた。チェキラキャッシュチェキラキャッシュチェキラキャッシュ、早っ。このタンタンタンってこの分かる、タンタンタン、ここをこういうのはね、やっぱ普通の歌だでもありますけど、ここまでやっぱ強くはいかないわけなので、普通の歌だったらかきくけこなんですよ。かきくけこ発音するんだとしたらね、
あんまりこうアタックしないような感じで、滑らかに行くのがすごい大事なんですね。これはその声帯振動といって、声帯の振動ですね。声帯が振動することによって、こうやって、こういう風に出るんですけど、その振動の、働きを一定に保つために、なるだけ、段差のないように発音していくっていうのが、まあ、セオリーなんですね。教科書的にはね。めちゃめちゃ簡単ね。教科書的にはセオリーなんですけど、ラップはそうじゃないからさ、ラップで書きくけこう言うんだったら、書きくけこうなのよ。かきくけこじゃないのよ。かきくけこなのよ。一個一個こう、くって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 っていうイメージですね。もちろん、これはアクセントの場所によると思うんですけど、かきくけこだったりするんですけども、まあ、やっぱこう、エッジが立っていくようにすることが多いし、やっぱこの、ナルセさんのラップにも、その辺はすごく垣間見えますよね。この、ここで、後ろに、コーラスが入ってきてるのもいいっすよね。これもなんかラップのトラックでよくありますよね。この辺とかなんかブレスもリズムに取り入れてるの分かりますか？よく聞くと。むずっ。お前にまん、クロスワンドランみたいな。お前にまん、クロスワンドラン。イクロさんのイはほぼ発音しない感じだね。クロスワンドランドって感じなんだけど、お前にまん、クロスワンドランド。ここでリズムをね、取ってるような感じ。だし、わざと音で分かりやすく入れてるの分かります？こういうのもこうグルーブに変わってくるからさ、技術ですね、これね。気持ちいい。発音。スピードラーニングやん、これほとんど。文字通りの。キャリー、キャンディー、ダーリン。パーティー。スウィーティーのキャンディーのダーリン。なるほどね。なるほどね。いわゆるライミングってやつですね。韻を踏んでるってやつですよね。ここもトントントンっていうところで踏んでるんだね。握ってくぜ、マイセイ。これさ、アレンジじゃないですか。これ天才っすよね。このリリック書いてさ、当てはめてやってるわけですよね。これはもうほんと絶対無理だもん、僕こんなの。これやっぱまた普通の歌の歌詞書くのとかとはまたちょっと違う技術必要だよね、これ絶対ね。うわ、気持ちいい。うわ、イケメン。なんかすごい今なんか、どうなぁ、みたいな、急にダンディーな人出てきたよね。これなのよ。これね、さっきちょっと言おうと思ったんですけど、なんか、いろんな声持ってんすよね、成瀬さん。なんかこのラップのこの、オラオラオラって感じだけだと思ったら、急に、なんか、イケメンがこう出てくるみたいなことがあってさ、今のとことかもそうなんですよ。言葉の望みとはノークみたいな、こう、すっげえこう。言葉の望みとはノーク。この人、知らない人出てきてるから、もう、いい意味ですよ。さっき言った通り、そのラップのこの、こういう感じがなくなって、滑らかになったんですよね、結構ね。この、なんだろう、結構胸とか、この首あたりでアタックを入れるようなニュアンスが、このクッ、クッ、クッっていうニュアンスがなくなって、ドア、ノーク。これもすっごい滑らか。ドア、ノークじゃないじゃないですか。このなんか、ある種の表現っぷり。これびっくりしますよね、これね。顔出してる。もう一人のイケメンが顔を出している、この辺。ここ。甘いのよ。マジで。甘すぎる。急に甘い。もうハロウィンにそこまでも血なんじゃうから。
ナメシさんレベルになると。で、さっきもね、ちょっと一瞬このサビ前の、ちょっとウィスパーチックなさ、ラップのパートで垣間見ましたけど、ここでもう一人のイケメン来んのよ。さっきの、ドアノークのこの、なんか、渋い、なんかこう、なんか高円寺で買った、ヴィンテージのこの、ブラウンのハット被った、なんか、イケてるお兄さんじゃなくて、タバコ吸ってるイケてるお兄さんじゃなくて、なんか、もっとこう、ハッピーハロウィーンみたいな、もっと甘い、なんていうの、王子様みたいな、お兄さん出てくんの、ここで。このギャップにやられちゃうんでしょやられちゃいますね、これは。どうしてもこれは、しょうがない。クリミノーとかさ。今をカスクリミナルとかさ、この辺ガッガッってオラオラなんだよ。ブレイクダウンとか来てんのに。だってハッピーハロウィーンだよ。キャンディーはくれないの。こういう感じで、急にさ、グッグッグッってここで言ってたのに。どっちかっていうと、むしろここはほぼ無だと思うんだよね。成瀬さんのこの、まあ、いわゆるなんか普通にこうクリーンな感じのところって、アタックがなくなるだけじゃなくて、結構この胸感というかもう結構なくなって、どちらかというと、この首から上で歌うイメージというか、結構鼻歌に近い感じというかさ、ちょっと語弊があるかもしれないんですけれども、そういうニュアンスで歌ってる感じなんですよね。それこそ、まあ、今日、取り上げさせてもらってる動画じゃないんですけど、他の作品で言うと割となんか、まあ、ちょっとどっちかというとその、エグザイル属性みたいな。まあ、これも本当語弊があったら申し訳ないんですけれども、どっちかというとこういうイメージに近い、こういうイメージに近い。それこそさ、メイちゃんさんとか荒木さんみたいに、もう体ごと結構ガツッと、ずぶとくいくっていうタイプっていうよりは、どちらかというとこう、ライトめなイメージというか、もちろん悪い意味じゃなくて、鼻歌に近い感じ、ふん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 的な感じで、のニュアンスで歌うタイプなんじゃないかな。で、そこもあって、アラーヌメイというユニットになった時に、絶妙なバランスになってるんだとも思うんですよね。うん。オス。甘い。王子。いたずらしちゃうぞの感じももうなんかもう、あざといもんね、もはや。チョコもちょうだいよ。こうなんかちょっと裏声に抜くとことかもなんか垣間見えるというかさ。チョコもちょうだいよ。ちょっとやっぱ吐息っぽく、やっぱ甘いね。甘い、とにかく甘い。こんなに人相変えれます？なんかいかちい感じだと思ったらなんかこのギャップだよね。抜くね。これなんすよ。結構やっぱ持ち味詰まってますよね、この曲ね。まあまだ勉強中ですけどもね。あ、来た。人違うでしょ騙されないよ、俺は。同じ人ですか、これ。本当に。使い分けてますね、これね。もう全然ポジション違うもん。だってハッピーハロウィーンだったんですけど、でも今度は、気づき概念こうなるわけ。シュン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 、ポジションがもう全然違います。これマジでパイルパイル、アタックアタック、気持ちいい。このポジションでこの早口すごいな。こっち方面の別の体力いりますよ、これ。普通の歌唱とはやっぱこうなんかエンジンが違う感じがするな。ほんと。ああ。ここも人って変わるんだね、ここもね。チューレハロウィン。ちょっとこうやっぱ裏声もうまいことかましてきてさ、演出してきますね、ギャップを。
声低いんだね。低音域強いですね、成瀬さん、めちゃくちゃ。ここはそんなにアタックを抑えてる感じのラップ調ですね。声、誰かの声、聞こえる方へ。これぐらいのアタック感。不気味なラウンドランテン、すっごいローテンションですよ、この辺。これも大変よ。誰も歌えねえよ、これ。っていうか。僕は無理ですね、これ。上がってきたね。うわっ、うわっ、かっけえ、ここかっこいいね、ここ支配者みたいな感じするよ、ここ、うん、バキの仲間、フォーバキャノの仲間みたいな、うわーみたいな、なんかこうさ、ラップってやっぱさ、音程が、まあありますけど、ないようなある種ものじゃないですか。だからこう、テンションでさ、それこそバイブスがここ上がってる感じがめちゃくちゃ感じるよね、なんかね。それにこう圧倒される感じがすごくここ、ありません？あるよね。準備は万端、ファンなんかない！はははみたいな。こういうテンションですよね、ここは。無敵感。ここもなんか違くない、人格。マジ？違くない？ここ。ここが結構やっぱ本来の成瀬さんなのかもしれない。で、サビの、ここからサビきますけど、サビは甘い王子様のキャラクターなのかもしれない。ほら、違うっしょ。時計も回る、トリックトリートだもんね。そこの前がさ。血が鳴るほどの、ぐらいでしょ、うん、で、ここから。時計も回る、ティックタックって感じでさ、やっぱポジション変えてるよね、これ絶対。ちょっとあざとい感じの。いたずらな感じしますもんね、ここ。じゃんてんハッピーハロウィン。ああ、この最後のさーとかめっちゃわかりやすいよ。さーってこの感じが、この、成瀬さんのこの、なんでしょう、王子様ポイントのポジションを結構表してる。ちょっとやっぱこう、鼻にかかるようなイメージ。さーみたいな。だってハッピーハロウィンみたいな、こういうニュアンスが、ここは結構わかりやすく出てるところですね。朝まで寝たくない、こんな感じでおねだりされちゃったら、もうじゃあいいよってなっちゃうよ、これいや、これ詰まってたね、詰まってましたよ、これ。この曲の中で4つ5つぐらい人格が出てきてたね。もしかしてそこもハロウィンちなんでます？もうまさにハロウィンですよね。もう違う人格に仮装して、仮装してこの一曲に詰め込むっていう、もう本当同じ人とは思えないような、このポジションチェンジでしたね。僕はね、もちろんその専門が違いますけれども、かっこいいことぐらいわかるよ。かっこいいことぐらいわかるし、普通の歌のポジションとこのポジションを使い分けてるのが本当にすごく器用な方なんだなと思いましたし、それだけじゃなくて、まあ、やっぱさっきも言いましたけど、普通の歌のポジションもなんか色々持ってらっしゃるみたい。なんかダンディーなポジションともあれば、レギュラーの、成瀬さんのレギュラーのポジションもあれば、こう甘い感じのポジションもあるみたいな。
多分そのレギュラーのポジションがそれこそやっぱ最近の楽曲であるとかアラナルメイの時とかに大きく使われるような、まあ、それもねイケメンものすごいイケボなんですけどの時の声なんだろうねと思います。おそらくですね、この種類の違うイケメンを一作品でたくさん楽しめる、大変素晴らしい作品でございました。ありがとうございました。ラップにめちゃくちゃ詳しいわけではないので、ちょっと参考になったかどうかちょっとわからないんですけれども、今回の動画ですね、ちょっとでもいいなと思っていただけたら、ぜひグッドボタンと、あとチャンネル登録もまだお済みでない方は、ぜひこの機会に、していただけると嬉しいなと思っております。って感じで、デスノーニー様本がお送りいたしました。また次回お会いいたしましょう。バイバイ。